今日は低角電力 100W の電子負荷を作りたいと思います。なぜ電子負荷が必要なのかについて話します。例えば電源から負荷を取る方法として一般的なのがこういった抵抗を使う方法です。抵抗を使うやり方が一番シンプルで簡単に負荷から電力を引き出すことができます。例えば 10V の電源から 1A の電流を引き出したいとしたら 10Ω の抵抗が必要になります。次に 10V の電源から 10A の電流を引き出そうとするとどうなるか。そうすると今度 1A の抵抗が必要になります。抵抗を使うやり方は非常にシンプルなんですけども、取りたい負荷に応じて抵抗を変えなければいけないので汎用性がありません。なら電子負荷はどうかというと、これ1台で積みます。例えば 10V の負荷から可変で電流を取りたいと思った時に、可変抵抗を回すことによって電流の値を変えることができます。ということで、より汎用性の高い負荷として電子負荷を作ります。製作に取り掛かる前に電子負荷について説明します。電子負荷の主回路構成です。プラスマイナスの端子に電源を接続します。ショットキーバリアダイオードは電源を逆接続してしまった時に電子負荷が壊れないようにするためのものです。 MOSFET が電子負荷で一番重要な役割をします。 MOSFET で電力の大部分を消費させます。電子負荷に流れる電流を一定値に制御するため、シャント抵抗の電圧をフィードバック制御します。フィードバック制御には PI 制御機を使いました。 PI 制御機は入力の VREF の電圧とシャント抵抗の電圧が常に一定になるように MOSFET のゲート電圧を制御します。 MOSFET は常に飽和領域で使うようにします。飽和領域は緑で塗りつぶした領域です。飽和領域を使うことによって MOSFET のドレインソース間電圧が変動したとしても常に一定のドレイン電流を流すことができます。ドレイン電流を少なくしたい場合はゲート電圧を小さくし、ドレイン電流を大きくしたい場合はゲート電圧を高くします。 EasyEDA で回路を作ります。そして JLCPCB でプリント基板を作成します。こちらが完成したプリント基板です。制御回路はここにあります。大電流が流れる部分は右半分にレイアウトしました。電圧は 100V まで、電流は 10A まで対応しています。電力は 100W が上限です。 MOSFET は2並列にしています。 MOSFET の電流アンバランスを防ぐために配線パターンを少し工夫しています。電流はこのような経路で流れます。この部分に切れ目を入れることで直接こちらに流れないようにして、このように電流を流すようにしています。 MOSFET のソース端子についても同様です。この部分に切れ目を入れています。そうすることで電流が最短経路で流れることを防いで、電流が一度こちらへ迂回するような経路になって流れます。次に部品を取り付けます。これは MOSFET 600V 38A のものを使用します。 MOSFET は2つとも基板の裏面に実装します。これはショットキーバリアダイオード、電源を逆接続した時に装置が壊れないようにするためのものです。これは電源ソケットと外部回路を接続するためのソケットです。これは電解コンデンサーとフィルムキャパシタです。外部電源から取ってきた電圧を安定化させます。これは IC ソケットとオペアンプです。電流を制御するために使います。ちなみに制御の方式は PI 制御です。電源に乗っているノイズを除去するため、オペアンプのすぐ近くにパソコンを設置します。積層セラミックキャパシタです。 PI 制御のリファレンス電圧を決めるための分圧抵抗です。100キロオームを使います。これはオペアンプの入力部分に接続する入力抵抗です。1キロオームを使います。これは PI 制御のゲインと時定数を決めるための抵抗とキャパシタです。 MOSFET のゲート端子に接続するゲート抵抗です。 MOSFET のゲートソース間にも抵抗を接続します。これはフューズです。ちなみに直流電圧に対応しているフューズを使用します。メインの電流を流す線を接続するための端子も実装します。
ほとんどの部品のハンダ付けが終わったので、残りの細かい部品を作っていきます。こちらの電子負荷、低電流モードで動作します。電流を調整するための可変抵抗の配線を作ります。制御回路をオンオフするためのスイッチも一緒につけちゃいます。シャント抵抗の端子にシャント抵抗を取り付けます。電子負荷は MOSFET で電力の大部分を消費します。その熱を逃がすためにヒートシンクが必要になります。ヒートシンクに基板を固定するための穴を開けます。穴を開ける箇所をマーキングしています。ドリルで穴を開けた箇所にはバリが残っています。それを落とせば完成です。放熱シートを置きます。設計ミスが1箇所ありました。このままネジを締めるとネジと配線のパターンが接触してしまいます。なのでネジにスペーサーを入れて接触しないようにしました。基板の四隅にもスペーサーを入れて固定します。90% くらいまで完成しました。この状態でもう使えます。後で電流電圧メーターと冷却ファンもつけます。とりあえずこの状態で試験してみます。制御回路を動かすための外部電源とそして電源をつなぎます。電源を接続しました。電圧は 30V、 電流は 3A 流せる設定にしています。電源を入れます。電流を調整するための可変抵抗は2つあります。1つが大まかに調整するやつと、もう1つが微調整用です。少し回しただけでも電流が大きく変化します。次に微調整用の可変抵抗を回します。1回転で 1A の範囲で電流の調整ができます。このスイッチは PI 制御のリファレンス電圧を 0V に落とす回路です。今リファレンス電圧を 0V に落としています。なので PI 制御は働いているんですけども、電流が 0A になるように制御されています。スイッチを入れると設定した電流値になるように制御回路が働きます。 MOSFET を2つ並列に接続していますが、発熱は同じようになっています。ほとんど均等です。電子負荷を収めるための箱を設計しました。 3D プリンターで印刷します。印刷が終わったのでサポート材を取り除きます。電圧電流値を測るためのメーターの準備をします。補助電源用の線をつなぎます。
電子負荷の底面部分にかぶせる蓋を作りました。蓋はインサートナットを使って固定します。調節用のつまみを取り付ければ完成です。実際に使ってみます。補助電源を入れます。電子負荷の裏面の端子に電圧源を接続します。これですね。電圧源の電圧は 30V、 電流は 3A 流せる設定にしました。電子負荷側のスイッチを入れます。次に可変抵抗のつまみを回すと、電流が流れました。青い方では電流の調整を大まかにできます。赤い方では細かい電流の調整ができます。こちらの方は1回転で 10A の調整ができます。そしてこちらの方は1回転で 1A の範囲で調整ができます。このオシロスコープに映っている波形は電圧波形と電流波形です。こちらが電圧波形、こちらが電流波形です。電子負荷のスイッチを入れて電流を流します。電子負荷にかかっている電圧を変えてみたいと思います。電圧源の電圧が変動したとしても電子負荷は常に一定の電流を流し続けるように制御しています。こちらのスイッチをオンオフした時の電流の過渡特性も見てみます。今スイッチが入った状態です。これをスイッチを切ります。またこちらのスイッチを入れます。こちらが電流波形です。電子負荷の PI 制御がうまく働いているのでしっかりと目標値に追従しています。またオーバーシュートもありません。ということで今日は電子負荷を作りました。定格電力は 100W、 電圧は 100V、 電流は 10A です。ちょっとした負荷を取りたいときにすごく重宝します。今回 JLCPCB で基板を作ったんですけども、基板合計5枚作りました。で、4枚使わなかったので余ってる状態です。もし欲しい人がいたらこれを譲りたいと思います。注意点としては基板だけです。電子部品とかは自分で買ってください。欲しい人がいたら Twitter の方に詳細を載せておりますので、そっちをぜひ見てください。それでは動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。